見つめている願っている泣きたくなる苦しんでる傷ついてる聞こえてくる気づいてほしいと包んでいく癒していく救えたなら続いていく理想的クロニクル石原香織のキャリーアップ。皆さんこんばんは、石原香織です。この番組は私石原香織がラジオパーソナリティとしてスキルアップ、リスナーの皆さんと一緒に経験を積み重ねていくエクスペリアラジです。なんだろう、今ちょっと次に話そうと思ってたことを頭によぎったらもうわけわかんない言葉になっちゃって、エクスペリエンスラジオです。はい、何が混じっちゃったんだろう今。話そうとしてたのは、先日鬼前でですね、アニメハック TV にお邪魔させていただいて、徳井沙羅さんって久々に会ったよって話を、そう、徳井さんのまあ、そらさんとね、会うのがすごい久しぶりだねみたいなのがオープニング、その始まる前にも言ってて、で、何で会ったかな、アルマギアかなみたいな話をして、アルマギアってことはめっちゃ前ですねみたいな。でも明らかなんか会ってたなーって、私二人でなんだろうねって考えたら、夜ナイトじゃなくて夜遊び、声優と夜遊びだったねみたいな話をねしてたなみたいなこと思い出したら、多分アルマギアと中でちょっといろいろ混じっちゃって、エクスペリエンスと、そうそう、それでねぐっちゃぐちゃになっちゃいましたね。そう、びっくりしちゃったわ。そう、でもね、よかった、思い出せて、そのソラさんと会ったの。なんかもっと終わった後にもっと最近も会った気がするなって思って考えてたんですよ。で、喋ったりとかは正直してないんですけど、お会いしてたのは去年の兄様だったと思って、ウマ娘さんで出られていて、それで前後だった関係もあって、モニター越しには見てたんですよ。でもその後自分がすぐ出ちゃったりとかもするので、結局お話しすることはできなかったんですけど、会えてたな、すっきりみたいな感じでね、本当にね、あの時思い出せればよかったなみたいな、話の一つのネタになったなみたいな感じでも思ったんですけど、まあ、本当は実はそのアニメハック TV に出演させていただくのが1月の7日とかの放送だったんですよ。でもね、そのソラさんがちょっと体調崩されちゃったこともあって延期になって2月になったんですけど、なんかそれでごめんねっていうことで、動物の森とゴディバがコラボしているチョコレートをくださったんですよ。で、私が多分動物の森、あつ森をね今ハマってること多分知らなかったんだと思うんですけど、たまたまそれをいただいて、私がしてイエーイって感じで喜んでいたら、え、それにしてよかったって言ってね、喜んでくださいました。でね、実際もうすぐ家帰って、ご飯食べた後、放送終わってね、家帰ってご飯食べた後、そのチョコも食べるんだけど、キャラクターの絵が書いてあるわけですよ。で、どうしようかな、誰から行こうかなって、タヌキ、タヌキのタヌキチと、あのタヌキ商店の2人としずえさんがいて、どれから食べようかなって悩んだんだけど、決めました。すぐにお金ばっかり回収するタヌキチを一番最初にさせてやろうってあいつくーって、ちょっとね、好きなんだけどちょっと恨んでるところもあるので、一番最初にいただきました。美味しかったです、本当に。ということで、見てくださった皆さん、そしてソラさん、本当にありがとうございました。それでは始めていきましょう、エンディングまでキャリーアップ。石原香織のキャリーアップ。この番組はポニーキャニオンの提供でお送りします。改めましてこんばんは、石原香織です。まずは皆さんから届いたメールを読みます。ラジオネーム、のんたんさんからです。ありがとうございます。キャリさんこんばんは。こんばんは。老後に備えて異世界で8万枚の金貨を貯めます。第5話にアデレート役で出演されていましたね。老金はそれまでは見ていなかったのですが、たまたまその日は起きていて、
見ていたらキャリーさんの声が聞こえてきてびっくりしました。アデレートちゃんはライナー子爵の娘でしっかりとしていて凛としている反面、お披露目パーティーで演技ができずセリフを代読してもらったり、年相応な可愛い部分もあってキャリーさんの声はよく合っていたと思います。これから老金、キャリーさんが老金に出てくるかは分かりませんが、面白そうなアニメだと思ったので、これからも老金は視聴しますとのことです。ありがとうございます。そうなんです、第5話のアデレート役にねちょっと担当させていただきまして、そう面白いですよね。なんかそのお披露目パーティーでこの私のキャラクターの子がこうなんか演技みたいのするんですけど、時間がなくて教え込めなかったから、あの動きだけは覚えさせて声はその主役のミツハちゃんがやってくれるみたいな感じなんですよ。だから台本もアデレートって書いてあるんですけど、カッコミツハの声って書いてある部分と書いてない部分があって、アデレートって書いてある部分があって、えこれは絶対に読んでるとミツハの声なんだけど、私も絶対にそのアデレートがやらないっていうのもわからない、現場行くまでわかんないか、全部ね練習していって、あここやっぱミツハの声だったんだみたいな感じだったんで、台本がぐちゃぐちゃになりながらもすごくね面白い収録でした。なんかこう実際にアデレートの姿なのにミツハちゃんの声になってっていうのが、なんかこうなんかいい意味でちょっとちぐはぐな感じがすごくね、あこの作品の面白さだなっていう風に思いましたし、か異世界もので戦いに行ったりとかめっちゃ俺強い系はよく見るけど、この金貨集めるとか8万枚集めるみたいなそこの視点もすごく面白かったので、実はオーディションも受けていたのでこの作品面白いなって注目してたからこそ、なんかアデレート役としてね出演できてとっても嬉しかったなっていう風に思います。この先も多分面白いと思いますので、ぜひよかったら見てみてください。はい、では続きまして、あー手がパサついちゃってしっかり保湿してんですけどね、やっぱちょっとめくりづらくなっちゃったね、厳しい、キャリキャリネームカプレージさんからです。ありがとうございます。かおりちゃんこんばんは。こんばんは。先日友人とハワイアンカフェに行ってきました。お店に入ると内装がかなり凝っていて、まるでハワイに来たと思うくらいでした。お店の方もノリが良くて楽しく過ごせました。予約すれば犬も一緒に入れるとのことで、かおりちゃんにおすすめでした。ぜひむーちゃんと一緒にどうぞとのことです。ありがとうございます。わかる。なんかねここにちゃんとどのお店かってのは書いてあるんですけど、ここは行ったことが実はないんですが、もちろんハワイアンカフェ自体がすごい好きなのでよく家族とかとね行くことが多いんですけど、やっぱハワイアンカフェはその雰囲気の置いてる内装とか小物とか、あと BGM とか、あと食べ物の匂いがさ、もうさハワイのものを扱ってたりとかするから、すごく入っただけで日本じゃない雰囲気を味わえていいですよね。私ここのお店のやつもちょっと見たんですけど、さっきロコモコがあったりとか、なんかパンケーキとかもこうなんかクリームいっぱいのエックスンシングスの雰囲気のやつがあったりとかもして、すごく見てるだけでもね楽しくなりましたね。しかもワンちゃんも入れるのすごくいい。予約すればなんのかな多分ね、ここに書いてあるけどね、すごくそうなるとさ、やっぱワンちゃん連れてる人からも愛されるお店なんだろうなっていう風に思うので、近くに行くことがあったらここの教えていただいたお店をちょっとね、はい、行ってみたいかなっていう風に思います。ワンちゃんのお店行くよ。なんかお店によるんだけど、そのテラスだったら OK ですよっていうところもあるし、あとね中も OK なお店もあって、そこはもう本当にありがたいって、テラスももちろんありがたいんだけど、こういう寒い今の季節とか本当震えながらご飯食べることになるんですよ、テラスだと。だけど室内も OK なところだと、ワンちゃんもそのなんか敷物敷いたらソファーの上乗せていいですよとかもあったりとかもするから、本当にねありがたいよね。とっても食べ物はもちろんワンちゃん用のも売ってたりとかするんだけど、
あの絶対頼まなきゃいけないってわけでもないから、自分家で持ってきた、そのうちアレルギーがあるからさ、お店のやつあんま食べれないから、持ってきたやつを食べさせたりとかしてるんだけど、ほんとなんか家族の一員として受け入れてくれるお店もね結構ありますね。はい、ということでメールありがとうございました。この番組では皆さんからの普通歌をお待ちしております。私に聞いてみたいこと、話したいこと、何でも送ってください。ではでは、ここで1曲、石原かおりで無双的クロニクル。見つめている、願っている、泣きたくなる、苦しんでる、傷ついてる、聞こえてくる、気づいてほしいと、包んでいく、癒していく、救えたなら続いていく、無双的クロニクル。ハロー、ハロー、混ぜ合わせる巡り合いは、人と人のパレットの色、同じ悲しみ過ち繰り返す、怖さを超え、こちらキャリスル。キャリスル、すなわち成し遂げること。私が様々なあれこれをアットランダムにキャリスルしていきます。今回はこれです。キャリークッキングスタジオ。何気ない食材の組み合わせで新たなグルメを開拓するのがこの企画。今回のテーマはじゃーん、とんがりコーン（焼きとうもろこし味推奨）です。イエーイ、はい、私がね大好きなお菓子の、うちの一つです。イエーイ、すごい。え、そう、確かになんか好きが普通すぎて言ったことなかったわみたいな。通年のお菓子ではすごいね2個あるんだけど、そのうちの一つ、1個が食べっ子動物で、もう1個がこちらになります。嬉しい。なんか甘み当たんないんでね、すごい嬉しいですね。スーパーとか行けばあるかなみたいなものですね。それではクッキングスタート。とんがりコーンのリサーチレシピその1、5秒が勝負とんがりコーンサンド。メールを紹介します。ラジオネームカピバラ温泉さんからです。ありがとうございます。かおりちゃん、こんばんは。こんばんは。卵サンドを見て思いつきました。それは5秒が勝負とんがりコーンサンド。からしマヨネーズと砕いたとんがりコーンを手早く混ぜて、それを半分に切って2枚にしたパンの間に挟んだサンドです。たっぷりパンに挟んで5秒以内に食べてみてください。時間が経つととんがりコーンがしなしなになってしまうので、スピードが肝心です。なるほど、5秒か。ちょっと秒数して初めてかもしれない。ちょっと意識高い焼肉屋みたいな感じがする。ちょっと大丈夫かな、もう早く拾ってみたいなね、あるもんね。では早速作ってみます。まずこちらに、あー美味しそうだな。あ、バイ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 、行き過ぎちゃった。足りるかな、この後もね。大丈夫だね。こちらを蓋します。そして砕きます。わかりました。こういうのやりすぎちゃうタイプ。そしてちょっとね、あの順番間違えたら5秒以内に終わんなくなるので食べれないので、頑張ります。じゃあ、からしマヨネーズを自作していきます。私、からしマヨネーズ好きだから、ちょっと入れすぎかな、これは。大丈夫だよね、マヨネーズ、油があるから。
わさびと同じ感じだったら辛すぎってなんない気がする。マヨネーズ投入で混ぜます。はっ、混ぜ混ぜ。なんだっけ、一平ちゃんだっけ、なんだっけ、からしマヨネーズついてる焼きそば、あれすごい好きだった、焼きそばの中でも特に。おー、マスタードとかも大好きだからな、こりゃ期待だよ。さあ、ということでからしマヨネーズできました。パンに塗ろう。ほったっぷり塗りました。やばい、もう5秒が差し迫ってきてる。え、ちょっと待って、イメトレ、これをこっちにつけるべきか、これをこっちにやって5秒食べるか、いや、こっちにやっとこう。あ、手でいっちゃいます。ありがとうございます。やばい、あ、緊張するわ。じゃあ先に言っときます、いただきます。やばいやばい、待って待って待って、やばい、いただきます。もうちょっと味がわかんない。うん、あ、うまいじゃんこれ。うん、もう答え言っちゃった。うん、意地悪香りがいつもだと発動しちゃうんですが、じゃあ早速こちらのメニューの判定に行こうと思います。このグルメをシェフ香りが5つの星で評価したいと思います。カピバラ温泉さんご提案のリサーチグルメ、5秒合勝負どんがりコーサンドは星5つです。もうめっちゃ美味しかったよ。何なんていうのかな、からしマヨネーズも合ってるし、パンのふわふわの中にほら、うん、食べた時のジョリジョリって感じが楽しいね。5秒の意味はま、今んとこあんま感じてない。だけど、ま、でも、こちらのカピバラ温泉さんが言うように、サクサクしてる時に食べた方が美味しいっていうのはすっごくわかる。うん。これは、なんていうのかな。その場ですぐ作って食べれるんだったら、これはね、いつもの昼食とか朝食にね、採用するのすごくいいんじゃないかなっていうふうに思います。めっちゃ美味しかった。では続いて、とんがりコーンリサーチレシピその2、酢の物とんがりコーンあえ、メールを紹介します。なんだこれは、ラジオネーム C キャップさんです。ありがとうございます。かおりちゃんこんばんは。こんばんは。子供の頃給食で酢の物のピーナッツあえを食べた記憶はありますか？ないです。甘酸っぱい酢の物に砕いたピーナッツが混ざったサラダなのですが、そのピーナッツをとんがりコーンに変えても美味しいんじゃないかなと思うので、ぜひネオグルマーの香里さんに試していただきたいです。おー、ちょっと今までの人生でその酢の物にピーナッツが乗ってるものと出会ってきてないのですが、まあ確かにピーナッツの香ばしくてクリーミーな感じと酢の物がうまくマッチすると美味しいのかなって想像するので、ちょっと期待してやってみようと思います。では早速作っていきましょう。はい、こちらが酢の物です。酢の物を実はね、大人になってから食べれるようになりました。小学校でも出てなくはなかったけど、あんま好きじゃなかったかなって記憶がありますね。ではこれ、さっきの砕いたこちらのやつを乗せていこうと思います。これ多分酢が強いから、とんがりコーン結構乗っけなきゃな気がするんだ。おお、できた、簡単。はい、ということでこんな感じの見栄えになっております。では早速こちらをいただこうと思います。いただきます。じゃあこのわかめゾーン、うん、今んところね、混ざってないね。一緒、ちょっともう一回、もう一口ね、とんがりコーンを多めに、酢の物少なめでいこうと思います。ちょっと多かったのかもしれないね。こんな、こんな感じかな。
うん、わかりました。もうね、分かっちゃいましたね。ではこちらのグルメをシェフ香織が5つの星で評価したいと思います。 Cキャップさんご提案のリサーチグルメ、酢の物どんがりこんあえは星4です。うん、味は超おいしいだけど、ほぼ酢の物ほぼ酢の物って感じがして、カリカリ感も感じる、とんがりコーンの。だけどなんかとんがりコーンなのかコーンフレークなのかみたいな、ちょっとわかんないところにクルトンなのかみたいな感じになっちゃったので、1個マイナスの4にしました。でもなんか見た目が寂しいなって、なんかパーティーやっててただの酢の物じゃなって時とかに、とんがりコーンもあったから添えちゃおうみたいな感じだったらすごくいいと思うので、味としては100点って感じですね。うん、では次はラストになります。とんがりコーンのリサーチレシピその3、とんがりコーンアイス。なるほど、メールを紹介します。ラジオネーム渡りがに TC64 かっこ初回限定版さんからいただきました。なんだろうこの名前、気になるケリさんこんばんは。こんばんは。私が提案するのはとんがりコーンをアイスのコーンに見立てて、いろんなアイスを少し乗っけて食べるというものです。ミニアイスの形にすると言った方がいいかもしれません。以前キャリーさんはキャリークッキングのコーナーの中で甘じょっぱいものが苦手とおっしゃっていました。あれから何年か経ってキャリーさんも克服した可能性もあるので、今回はこれを押します。なるほど、ついにとんがりコーンをコーン、アイスのコーンにしちゃおうっていうのがね来たんですね。なんか結構いっぱい来たみたいなんですよこれ。だから結構みんな実は気になっていたグルメかもしれません。綺麗なとんがりコーン、じゃあちょっとあのピチュってなってるやつじゃなくて、ふわってなって指にさせるようなやつを見ました優秀なやつが、ほらもうほらこれ一番目に私でしょって感じでいたので、この子、じゃあまずバニラ味から。おー、これ絶対子供喜ぶんじゃない。こうして形を作って、じゃあまずこちら完成しましたのでいただこうと思います。いただきます。うん、うん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 、ほう、なるほど。アイス、実はチョコレート味というのも買ってきてもらったので、チョコレート味でも挑戦します。そしてまたポテンシャル高いとんがりちゃんがいたのでこちらでめちゃくちゃ見栄えかわいい。これ銀座とかで売ってそうだもんね、なんかね、ちょっといただきます。うん、非常にちょっと悩んでおりました、どうするようかなと。こうします、決めました。では評価の時間に参りたいと思います。ワタリガニ TC64 かっこ初回限定版さんのご提案リサーチグルメ、とんがりコーンアイスは星 4.5 です。おお、まあ、あの渡りがにさんがお気づきの通り、あんまり甘じょっぱいのが私はあんま好きじゃないから、まあ 1.2 かなって思っておりましたが、あのね、バニラ味と非常によく合うなと思いました。最初食べた時はなんかとんがりコーンの味はしないの、バニラ味が来てサクサクのコーン、しなしななってないコーンが感じれるので、あ、まあバニラのソフトクリームかなみたいに思った後、アイスがなくなって最後とんがりコーンが来た瞬間にしょっぱさが来て、残ってたバニラが甘さを引き立つんでね、多分塩の感じでスイカに塩かけるみたいなのと一緒、それがねすごい美味しいと思った。ということでクッキング終了。いやー、とんがりコーンネオグルメ
どうでした？皆さんめっちゃ今回食べてみたいなって思ったんじゃない？味はね、どれも美味しい。本当に、ハズレうわみたいなのはなく、あ、どれもこんな感じに変わるのかっていうのが多かったです。私もちょっと今後やってみようかなって思いました。さて、次回のテーマに参ります。今回は、とんがりコーン来ましたけども、次はですね、本日私の朝食だったこちらをテーマに扱おうと思います。トッポです。はい、トッポ、あの中にチョコがたっぷり入ってるおやつのトッポです。まあね、朝ごはんなのかって感じなんですけど、食べる気があんまりなくてトッポをいただきました。非常に美味しいと思ったんで、こちらを美味しくネオグルメにしてもらえたらなっていうふうに思いますので、皆さんお待ちしております。このコーナーでは皆さんから私にリサーチしてほしい調査依頼を募集しております。真実探してキャリスルー。以上、キャリスルーでした。石原香里のキャリーアップ。続いてはキャリーフォメーション。今週の情報はこちら。アーティストデビュー5周年を記念して様々な企画が進行中です。8月6日には石原香里ライブ2023が LINE キューブ渋谷で開催。ぜひ遊びに来てくださいね。続いてファンクラブ情報です。石原香里のファンクラブハンドインハンドでは楽しいコンテンツが随時更新されています。3月21日にはファンクラブイベントの開催です。あなたのご入会をお待ちしております。以上、キャリーフォメーションでした。お送りしてきました、石原香里のキャリーアップ、エンディングのお時間です。いや、とんがりコーンのね、やっぱね、底力を見たって感じだったね、今日のネオグルメは。で、ちょっとさっき一回収録止まった後にとんがりコーン、まあこっそりノーマルタイプを食べたんだけど、めっちゃ美味しかったですね。なんだろうね、あれ毎回食べた瞬間さ、感動すんの、うまーって。あれ誰、天才なんだけど作った人、味が好きなの、食感も好きなんだけど、なんかコーンの風味の後に、まあ、焼きとうもろこし味だからさ、醤油感の味が、醤油の味がさ、わーって口に広がるの、あれがさ、なんか幸せやなーってすごい思うよね。とんがりコーンって偉大だなって思いました。さてさて、今日のステッカープレゼントはこちらの方です。ラジオネームのんたんさんです。おめでとうございます。あれですね、ローキンをたまたま見てくださったということで、すごい、第5話をね、ちゃんとたまたま見てくれた、その奇跡にちょっとステッカーをプレゼントしたいなっていうふうに思います。届くの楽しみに待っててください。この番組ではリスナーの皆さんからメールを募集しています。ふつおたキャリスルー宛てまでいつでもどうぞ。詳しいコーナー情報は石原香里オフィシャルサイトのラジオをチェックしてみてください。メールアドレスはkerry@joqr.net です。ノベルティのステッカーをご希望される方は、送り先の住所とお名前を忘れずに書いてくださいね。また YouTube の文化放送 A&G チャンネルでは、この番組のアーカイブが配信されています。毎週水曜日のお昼12時更新です。何度でもアクセスして私に会いに来てくださいね。ではでは、石原香里のキャリーアップ、ここまでのお相手は石原香里でした。また来週もレッツキャリーアップ。バイバーイ。石原香里のキャリーアップ。この番組はポニーキャニオンの提供でお送りしました。